皆さんは日本にあるタブーをいくつご存知でしょうか？やはりタブーというだけあってやばい内容のものも多いですが、中でも今回はかつて日本に実在した傘下という民族について解説していきたいと思います。傘下は高度な技術や大きな財力を持っていたと噂されていますが、とある理由により権力者に消されてしまったと言われているのです。果たしてこの噂は本当なのでしょうか？今回は歴史に飲まれその姿を消した傘下の正体について見ていきましょう。こんにちは、ペックです。歴史上実在したにもかかわらず消えていった民族というものが存在します。例えばエトルリア人は忽然と歴史に登場し消えていった民族と言われています。彼らはイタリアに高度な都市文化を築いた後スラブに移動しスラブ民族を形成したと言われるものの、その正体は謎に包まれています。他にもシュメール人やマヤ人、ラップ人など挙げればキリがありませんよね。そして日本にも突然現れて消えていった民族がいることを知っていますか？それが傘下と呼ばれる民族です。果たして彼らはどこから現れ、そしてどこへ行ってしまったのか、その謎に迫ってみましょう。1. 傘下こそが純日本人。そもそも皆さんは日本人はどうやって誕生したか知っていますか？実は今の日本人は約2万年前に日本列島にもともといた縄文人と2400年ほど前に渡来した弥生人が出会って生まれた人種です。つまり今の僕たちは生粋の日本人ではない可能性が高いのですね。よく醤油顔とかソース顔といった言葉がありますが、ソース顔の人は縄文人の血が濃く、醤油顔の人は弥生人の血が濃いといった話もあります。当時の弥生人はこうして縄文人たちを取り込もうと考えたわけです。でもみんながみんなそれを OK したわけではありません。実はそれを嫌がった一部の縄文人は山へと逃れ隠れて生活をするようにしたそうです。その末裔が今回の主人公傘下なんですね。傘下という名前が初めて登場したのは江戸時代末期のことです。探検家の松浦武四郎さんが書いた本に衝撃的な記述があります。なんと現在の岐阜にあたる山の中で傘下と遭遇したというのです。彼は旅の途中で借家という病に倒れ命の危機に瀕します。まさに絶体絶命ですが、そんな松浦さんを助けたのが傘下だったのです。傘下は松浦さんのために食事の用意をしてくれ、山から取ってきた薬草を飲ませてくれるなどをし、どうにか命をつぎ止めたのでした。松浦さんは傘下たちの印象を次のように語っています。男はキリッと凛々しい顔立ちで目力があり雰囲気は穏やか、女性は美人が多く手先が器用な上真面目。松浦さんは傘下のことを八重垣というルールに従って生きている誇り高い人たちだったと話し、今でも助けてくれた傘下のことを思い出すと涙が止まらないと話します。傘下たちは縄文人と同じように鹿やイノシシを飼ったり川で魚を取ったり木の実やキノコを食べて暮らしていたそうです。そして松浦さんのように弱い人を助け、時には自分たちの集落にかくまうこともあったんだとか。かなり人の良さそうな民族ですが、実は彼らにはある危機が迫っていました。松浦さんが傘下と会った1835年頃は国民は人別帳と呼ばれる制度によって国に住む場所を管理されていました。ほとんどの人が住む場所を変えずに生きていくといったやり方です。ですが傘下たちは移動民族であり山を自由に移動して暮らしていたといいます。そのせいか人別帳に乗らず、政府も傘下の実態についてはほぼ把握していなかったようです。このまま傘下たちは人知れず暮らしていくのかと思いきや、政府がとんでもないことをします。それが文明開化です。文明開化によって傘下たちは追い詰められ後の悲劇を生んでしまうのでした。 2. 政府が行った傘下狩りの実態。1890年、日中戦争の準備を進めていた日本政府は兵士を集めるために国民から募集することにしました。いえ、募集というか徴兵ですね。もちろん傘下たちも日本に住んでいる以上例外ではないのですが、ここで問題が起こります。さっきも言いましたが、傘下たちは移動民族であるため政府も居場所を知りません。ですが政府としてはなんとか戦力に加えたいところです。ここで政府はようやく傘下の調査に乗り出します。その結果、本州の山中には傘下が20万人ほどいることが判明。政府は傘下を炙り出すためある方法を取ります。当時の山の中には傘下だけでなく
夜逃げした人たちや山賊が逃げ隠れする場所になっていました。山賊たちは悪いことをしていますから、当然見つかれば警察に捕まりますよね。政府はなんとその山賊と山下を同じ括りにし、捕まえるよう警察に命令しました。他に戸籍のない人を調べたり、国民に密告させるなどをして、山下をどん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 追い詰めていったのです。その際に山下は漢字で山下と書くようにしたと言います。山下の下には穴蔵という意味があり、山の中の穴蔵で暮らす人たちという差別的な意味が込められていました。そんな山下たちは捕まると職業訓練を受けるため町で暮らすようになったと言います。こんな感じで政府が山下潰しを行った結果、人口は徐々に減少し、山で暮らす山下は1万人ほどに減ってしまったのでした。政府は山下を捕らえ、自分たちの生活スタイルに染め上げようとしたわけですが、実はこれには恐ろしい真の目的があったと言います。3. 山下の正体。先ほどから山下は縄文人という話をしてきましたが、実は山下の正体について政府はある可能性を疑っていたと言われています。それは山下が出雲族の末裔という噂です。日本人の多くは大和一族の末裔だと言われています。ある学者はこのように語ります。九州にあった弥生系の大和王朝が出雲にあった縄文系の出雲王朝と争い、やがて勝利して日本を手に入れた。つまり多くの縄文人は出雲一族の関係であり、大和一族である弥生人に制圧を受けたと言っているんです。実際にこの出来事は古事記にも以下のように書かれています。アマテラスの子孫であるニニギがスサノオの子孫である大国主から日本を譲り受ける。この文言は出雲族と大和族の話をしているのではないかと言われているんです。だとすると山下の人たちはかなり昔から文明を築いていたことになりますよね。さらに山下には独自のネットワークがあったとされ、そのネットワークが篠柄と呼ばれるものです。4. 山下が持つ強力なネットワーク、篠柄。篠柄はピラミッドのような人間関係をしており、各地に長を置き、しっかりと連絡を取り合っている集団なんだそうです。山下研究者の三隅寛さんは実際に山下に聞き取りを行ったそうですが、そこで驚きの実態が分かっています。なんと山下は忍者の訓練も受けていたと言われ、歴史に登場する有名な服部半蔵などの忍者も山下と何らかの関係があったと言われているんです。さらに山下の指導者も忍者の頭領として綾立道宗と呼ばれていたことが分かっています。さらに忍者として活躍した一方で、日本最古の秘密結社と言われる八田ガラスとも何らかの関係があったと言われています。山下がかなり大きな後ろ盾を持っていたことが分かりますよね。だからこそ政府は山下を潰そうとしたのではないでしょうか。もちろんそれもありますが、実はもっと大きな理由があると言われています。それがお金です。やはり陰謀の裏には大金が絡んできます。山下とお金の関係を知ると、またもやとんでもない闇の歴史が見えてきたのです。 5. 山下とお金。実は山下は莫大なお金を持っていたと言われています。ですが彼らは山で自給自足の生活をしていたはずです。そんなお金をどうやって稼いだのか、それこそが先ほども出てきた忍者稼業です。彼らは忍者として活躍し、見返りとして莫大な報酬を受け取っていたと噂されているんです。彼らの所属する篠柄には莫大な資金がプールされており、その額はなんと数兆円といった噂があります。実際に篠柄のボスは大元様と呼ばれ、現在はスイスにいるんだとか。篠柄の莫大な資産はスイス銀行に預けられ運用されていると言われています。そんな莫大な資産を使って篠柄は何をしようとしていたのか、それは日本の乗っ取りです。実は篠柄は日本にいる山下を助けるため莫大な資金を使ってアメリカと協力し、戦後の日本を乗っ取ろうとしていたと言います。ですが戦後のアメリカは天皇の力が強すぎると計画を断念、山下を裏切ってフリーメイソンの息のかかった日本にしてしまったと言われています。つまり山下にとってフリーメイソンは敵と言っても過言ではないでしょう。一体現在山下の人たちはどこで何をしているのか、大元様の動きなど気になりますが、多くの民族学者が山下の詳細を調べることに警鐘を鳴らしており、深く突っ込むと消されてしまうかもしれませんので、これより先は自己責任でお願いします。果たして今回の話は本当なのでしょうか。真相は誰にも分かりません。信じるか信じないかはあなた次第です。
ということで、今回は日本の歴史に消されたとされる惨禍について調べてみました。惨禍について様々な人が憶測を言っているので真相は分かりません。もし惨禍が日本乗っ取りに成功していたら、今頃日本はどうなっていたのでしょうか。皆さんは今回の話を信じますか？コメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終わります。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。